にか打ちました。ワンバウンドヒットになりました。これで2試合連続のマルチヒット。ノーアウトランナー2塁1塁。ここはゲッツーを取るようなピッチングが理想ですね。そうですね。さあ2球目は何か。振り遅れてますね。さあ追い込みました。まあ次はボールになってもいいくらいの気持ちで、高め打った。手を伸ばして取った。素晴らしい守備を見せてくれました。ワンアウトランナー3塁2塁です。受けようかというあたりをご覧のようによく取りました。ファインプレーです。で素晴らしい反応でしたね。さあそして打席には福田が入っています。気をつけたいバッターですね。さあアウトカウントが1つ増えましたが得点圏にはランナーが残っています。まあここも先ほど同様にしっかり抑えてくれれば大丈夫ですね。なるほど、そうですね。変化球打った。サードのフェアだ。抜けていった。同点のランナーが3塁を回った。サードランナーがホームに帰っていきました。セカンドランナーも今ホームイン。ドラゴンズ同点、3対3カープ。さらにピンチが続きます。バッテリーは警戒していたはずですがここで同点打を浴びました。まあ、踏ん張っておきたい場面だったんですけどね。ここで追いつかれました。同点です。さあそしてバッターボックスには堂上が入ります。さあなおもピンチの場面。ここは勝ち越しを許さない強気のピッチングを見せてほしいですね。なるほど、そうですよね。ファウルです。外の球打った、抜けた。セカンドランナー帰れば勝ち越し。ホームへ、ライト前ヒット。堂上、これが自身本日の初ヒットになります。これで一塁三塁とされています。ここからどう動いてくるでしょうか。もう少し慎重に行きたかったですね。バッターボックスには代打の藤井。まあ小宮山さん、少し苦しい展開になってきましたね。そうですね。ここで勝ち越されると流れが変わるかもしれませんからね。そうですね。さあしっかり抑えていきたい。できれば三振を取りたいですね、ここは。そうですね。ここは中間守備ですね。まあ、バックホームとセカンドで。いい当たり、ワンバウンドヒットになりました。ボールは中継、サードランナーホームイン。送球する、ファーストランナーもホームイン。ドラゴンズ勝ち越し、5対3カープ。なおもピンチが続きます。ここは抑えておきたかったんですが代打にタイムリーを打たれてしまいました。まあ、十分警戒はしてたと思うんですけどね。このゲーム中盤ここでリードを奪われます。先発の松坂がバッターボックスに入ります。調子は悪くはないですから次の回もということでしょうね。そうですね。さあ追加点のランナーを置いた場面です。外の球打った、ファースト正面抑えた。そのまま入って一塁アウト。ツーアウトランナー三塁と変わります。さあそして打席には大島が入っています。さあツーアウトながらまだピンチは出していません。まあ、このままの点差で回を追われるようにしっかり集中したいですね。なるほど、そうですね。外れていきます。ここは決まりました。見逃し三振です。この回点は取られましたがここで食い止めました。しかしこの回ドラゴンズ貴重な得点でリードしました。5対3、ドラゴンズ大逆転に成功しました。ドラゴンズ6回の裏、ドラゴンズに選手の交代がありました。ライトのモロがファースト、セカンドの6回の裏追いかけるカープの攻撃。バッターボックスは6番バッテイ。先ほどの打席はセカンドゴロ、併殺打となってしまいました。
カープビハインドで迎える6回の攻撃です。胸元へ持ってきました。ストライクです。146キロ。3球目見送っています。ボール。変化球タイミング合いません。2ストライク2ボールと追い込んでいます。高めのボール、これはスタンドへ入りそうです。入れました。ファウルボール。打ちました。これはファーストライナー。バッターは7番林。先ほどの打席はライトへヒットを放っています。松坂、まずは先頭バッターを打ち取っています。打った、これはどうだ。一二塁間を破る。これでマルチヒット。ワンアウトランナー一塁となりました。8番バッター坂倉、先ほどの打席はライトへヒットを放っています。真ん中打ちました。これはセンターに抜けました。これでマルチヒット。ワンアウトランナー二塁一塁。さあバッターボックスには先発の岡田入っています。まあ、こういう展開ですから常に1点でも多く返していくという意識ですよね。そうですね。さあ得点圏にランナーを置いた場面です。バッターボックスには代打の阿部。西さん、ここは確実に行きたいですね。いや、きっちり役割をね果たしたいですよね。そうですね。さあまずはランナーを返すことに集中したいところ。まあ、向こうは併殺を狙ってると思いますから術中にはまらないよう気をつけたいですね。なるほど、この打席のポイントになりそうですね。これは見送ってボール。打ち上げました。掴んでツーアウト。ツーアウトランナー二塁一塁と変わっています。さあそしてバッターボックスには西川入ります。さあツーアウトにはなりましたがなおもチャンスは続きます。まあこういったチャンスも初球打ち、ワンバウンドヒットになった。バックホームする。セカンドランナーホームイン。カープ1点返しました。5対4、1点差に詰め寄ります。ご覧いただきましょう。タイムリーが出て点差を縮めます。こういう場面どんどん打てる雰囲気が出てくるとチームにも勢いが増しますからね。ここで得点が入りました。さあそしてこのチャンスで打席には2番の菊池が入っています。ファウルです。外、しかし主審の手は上がらない。次が3球目。低めの変化球空振り。ワンボールツーストライクと追い込んでいます。しっかり捉えた。ショートうまくさばいて二塁へ送球。二塁アウト。これでスリーアウト。さあこれが先ほどのプレーになります。ご覧いただきましょう。しかしこの回カープ点差を縮めていきます。6回終了5対4、カープが1点差まで追い上げました。これから7回ドラゴンズの攻撃です。一方カープはピッチャーが変わります。あとマウンド上に上がっています。きっちりと抑えていきたい場面での投入です。背番号48、小宮山さん、ここは何としてもゼロに抑えて終盤を迎えたいところですよね。まあ、そうですね。なんとかものにできそうな感じでもありますし、とにかくしのぐというところですかね。徐々に突破口は見えてきているという状況のようです。アウト、ワンアウト。バッターボックスには3番アルマンド。先ほどの打席はライトへヒットを放っています。まずはワンアウトを取っています。打ちました、流しました。これはどう。サードの左抜けました。
打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。バッターランナーは二塁到達。これで3安打猛打賞。ワンアウトランナー二塁となりました。ここはうまく打ち返されてツーベースヒットになりました。さあカープ得点圏にランナーを背負った場面です。逆転を狙うためにここでの追加点は絶対許してはいけませんね。うん、そうですよね。まあ、そしてこのバッターの一発にはしっかり警戒した方がいいですね。体に近いところ右に切れます。強い当たり抜けた。セカンドランナー帰れば追加点。ホームに送球する。ライト前ヒット。これで3安打猛打賞。カープとしては何としても抑えたい場面です。これでランナーは三塁まで進んでしまいました。ここからどう動いてくるでしょうか。もう少し慎重に行きたかったですね。さあそして打席には高橋が入っています。さあピンチは続いています。この流れで追加点を許してしまうと厳しくなってきますから、ここは一度引き締めてほしいですね。なるほど、そうですね。変化球打った。ショートの右取った。二塁送球。二塁フォースアウト。ダブルプレイ。チェンジです。先ほどのプレーです。これ以上点差を広げたくない場面で見事ダブルプレーに仕留めました。まあこれ以上は点はやれないですからね。ランナー出ましたがドラゴンズ得点には至りませんでした。5対4、1点リードはドラゴンズです。さあそしてここからはラッキーセブン、カープの攻撃に入ります。7回の裏カープの攻撃です。一方ドラゴンズはピッチャーが変わります。背番号16又吉がマウンドに上がります。この辺りで点差を縮めておかないと西さん非常に難しくなってくるんじゃないでしょうか。まあこういう展開でね終わってしまうのは一番良くないですから、もうちょっと頑張ってほしいですね。そうですね、奮起に期待したいですよね。これで3安打猛打賞。ノーアウトランナー一塁です。ここはうまく打ち返して出塁していきました。まあそうですよね、完全に甘く入ってますからね。さあノーアウトで貴重な同点のランナーを置いています。バッターボックスには鈴木、そして一塁ランナーは野間。まあここは走らせても面白いと思いますよ。さあここはスタートを切らせるんでしょうか。一塁はセーフ。次が2球目。真ん中打った。ショートの右掴んだ。二塁へ送球。二塁アウト。アウト。ゲッツーを取りました。5番バッター松山、先ほどの打席はセンターフライに倒れています。カープダブルプレーでランナーなくなりました。まず打ちをついてきました。2球目は何で来るか。打ちました。これはどうか。センターへ抜ける。これでマルチヒット。2アウトランナー1塁。見事なバッティングでした。リプレイでご覧いただきましょう。まあ甘い球は見逃さないですよね。バッターボックスバッテイ、今日はまだ当たりがありません。ヒットでランナーを一塁に置いています。ファールボールです。今のファールの感じだとタイミング合ってないですから、他の球種を狙っていたかもしれませんね。低めのボール打った。これは上がりすぎ。この打球はフライになっています。掴んで3アウト。ランナー出ましたがカープ得点には至りませんでした。7回終わって5対4、ドラゴンズが1点をリードしています。こちらが先ほどの配球になります。
初球コーナーをついてきました。空振りになります。ノーボール2ストライクです。変化球で空振りを取ります。ワンアウトです。打席には7番バッター小野上。先ほどの打席はライトへヒットを放っています。あとまずは先頭バッターを三振に仕留めています。初球簡単にストライクを取ります。打ちました。あと掴んで2アウト。今日は代打で途中出場、2回目の打席が回ってきました。先ほどの打席で勝ち越しとなるツーベースヒットを放っています。2アウトになっています。初球ストライクを取りました。インコース決めてきた。ノーボール2ストライク。外れていきます。さあ勝負してくるのか。変化球空振り。3アウト、チェンジ。